お父様、お母様、同じように聖大学お元気で、さようなら。もしよ、じゃあ 目つきですね、侍の目っていうんですかね、どうなるんですかね。これから人を殺しに行く人の顔ってどうなりますかね、はい、ちょっと僕は想像がつかないですけど、これから一人を切りに行く侍の感じ。お父様、いよいよ出撃です。このような名誉ある死に場所を与えていただいた僕は本当に幸せ者です。お国のためにで、どんどんエスカレートしていきます。もう、うちにある侍魂でも体が震えるくらいもっとみなぎらせる。お父様、お母様、いよいよ出撃です。このような命のある死に場所を与えていただいた僕は死に幸せ者です。お国のためにもっとです、もっと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 侍になっていいと思う。もっともうにじみ出るっていうか、もう絞り出す感じで。そう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 、それお願いします。お父様、お母様、いよいよ出撃です。このような名誉ある幸せを与えていただいた私は本当に幸せ者です。お国のために、もう一度、はい、ちょっと待って、もう一歩、今まだまだまだそこにいる、もっと向こうに行っちゃっていい、もっと腹の底にあるその侍魂をもう吐き出す感じで。お父様、お母様、願いを得た。まあ、さらに進みます。はい、お父様、はい、お母様、これ侍魂をもう絞り出す感じで、そういきます。はい、お父様、お母様、長い間ありがとうございました。いよいよ出撃です。このような目を割る死に場所を与えたと思って、お父様、お母様、長い間どうもありがとうございました。いよいよ出撃です。このような死に場所を与えられて僕は本当に幸せ者です。まさに、まさに行かないで、お母ちゃんのそばにいて、お金のためにまさに、お金のために立派に死んでまいりますので、やだやだ、まさに行かないでお願いします。
いやあ、神様先生、まさにいたい、さよなら、さよなら、こういう作品です。これで終わりに。でそもそもなんでこんな、作品を、作り始めたかということを今からちょっと、で私は2005年から2007年の間に、オランダに行っておりまして、その時は行くきっかけの一つとしてはもうちょっと日本にいたくないなというか、日本にいるのは息苦しいなと思いまして、で、逃げるようにオランダに行ったんですけど、2年経って、2007年に、日本に帰ってくるということになった時に、今回はもうその時はもう今回はちょっと逃げずに、日本というものに、自分なりに、向き合って、でこの日本のどう自分と日本との関係性ですかね、はどういうものなのか、でどうこれから日本と付き合っていくのか、でその中でどう自分が、機能していくとか、どう自分が生きていって、どういう作品を作っていくのか、そこを一度自分の言葉ではっきりさせたいなという思いが出まして、で、それ以来、日本というものに向き合ったような作品をいくつか作っています。でその状況として2007年ですけれども、まあ、今これ最近の新聞で、ワシントンポストが日本の右傾化ということを、報道したものですけれども、その2007年というのは石原さんが、また選挙で、再選された時 でこういう特攻隊の映画とかも、たくさん作られていた時代で、僕も2007年に帰ってきたのが今までと違った雰囲気 その、まあ、右傾化というか、まあ、ナショナリズムというんですかね、というものがどんどん出てきているなと私なりに肌で、その2年前とはちょっと違うなという気持ちを僕は、持ちまして、で、まあ、この間、その地震があったことによって、まあ、よりその何て言うんですかね、意識が人々の意識がこの日本という中にどんどん向いているという気がして、でこれは韓流反対のデモとかですね、ちょっと今まではわけわからないようなことも、起こってきているなという状況が今、僕の作品を作っている一つのソーシャルサーカムスタンスですかね、だと思っています。それ で日本とどう付き合うかって言った時に、何を、サブジェクトとして国とは何かとか、そういうものをすごく端的に極端にクリアに簡単に表してくれるものがあると思うんですね。で例えば沖縄というものはすごく今の日本というものを考えたときに、その矛盾とかさまざまな歴史的な矛盾だとか、構造上の矛盾というものがここにもうドンとあるので、それはすごく一つ ある意味扱いやすいというのはおかしいな、扱える、まあ、そこに全てが、集約されているの、全てじゃないですけど、いろんなものが集約されているので扱いやすいテーマだと思うんですけど、僕は個人的にこちらの特攻というものを、ちょっとにそうですね、さっきの特攻の映画を見たりとかなんとかした影響もあって、特攻というものに、興味を持ってというか、このイメージをどう扱うのかというのを自分のちょっとしたテーマというかいうものに、してきています。でこれどういうふうに扱うかというのは時代によって多分違うと思いまして、昔の右翼的な映画もあれば、80年代にもっとスポーツクラブのような特攻の映画みたいなのもあったり、それで最近のもっと感情ですよね、すごくさっきの僕のビデオじゃないですけど、お父さんお母さんさようならというようなその感情にすごくフォーカスした映画ができたりとか、まあ、時代によってどういうふうに扱われているかというのは違うんですけれども、で特攻といっても、一言言ってもいろんなその中で争点があって、で一番大きなものだと例えばあれは犬死にだった、無駄な死で若いかわいそうな子たちだったっていう意見に対して、いやあれは高貴な死で今の日本の礎を築いたのは彼らなんだっていう、この2つの対する意見があったりとかですね、あと、もう よく言われるのは片道の燃料しか済まされなくて飛ばされていったっていう意見と、いや違う違う、そんな片道の燃料だけまっすぐそのまま、戦艦に突っ込むわけ、敵に突っ込むわけじゃなくて、いろいろこうやって避けながら行くんだから、その片道の燃料なんかで行けるわけじゃないじゃないかっていう意見もあったり、あと潜水艦の特攻の場合はその潜水艦のハッチをもうこうやって上から閉めちゃってもう出られないようにしていたっていう意見と、いやそれはもちろん潜水艦なんだから、でちゃんとハッチを閉めないと水が漏れちゃうじゃないかっていう、そういうなんかいろいろあるんですね。その
こうだった、ああだった、こうだった、ああだったというその対立する、争点というんですかね、がいろいろあるんですけど、私が最近興味を持っている、でいろいろ人に話を聞いたり読んだりしているのが、その命令だったか志願だったかっていうのがやっぱり大きな話 で、ある人はあれはもうみんな上官が若い人に行けって言って命令でみんな若い者が生かされた、だからかわいそうだっていう意見と、いやあれは全部志願でしたと、あの子たちはもうみんな全員志願して行きましたっていう、そのやっぱ2つの争点があるんですね。それでで証言も読んでみると両方あるんですよね。志願だったっていう証言と、元特攻隊員の人だったんですけどの証言ですけども、志願だったっていう、証言と、まあ、命令だったっていう証言両方あるんですけれども、だからどちらでも扱うことは可能なんですけれども、最近それでこういう遺書とかそういうものを読んでいて、で私なりにちょっと考えていることが、考えにちょっと至っていることがありまして、であれは命令だった、行きたくなかったけど生かされたっていうだけではこれは捉えきれないということを僕はこういう医者とか読んで感じました。だからあれは全部命令だったっていうだけじゃ捉えきれないで、逆にあれは全部志願だった、全部あれは志願ですっていうおじいさんたちはいるんですけれども、でも志願だったっていうだけでもこれでも捉えきれないっていうふうに僕は感じてます。で